幅広く中間層も含めて、減税をしていくべきではないか。皆様こんにちは。ご紹介いただきました公明党選挙対策委員長をしております参議院議員の西田誠と申します。応援してまいりましたけれども、トータルでやはり、応援していくということが必要だということで、政策のパッケージをお示しをしたわけであります。賃上げが物価高騰に対抗できるまでの間のつなぎの政策ということが、生活を守るという観点から、大変重要になると。やはりこの家計の手取りを増やしていくということが必要でありますので、幅広く中間層も含めて、減税をしていくべきではないか。念頭には我が党がかねてより申し上げております所得税の減税ということを掲げております。